Hello, this is g h e o n I'm i y o k o h a m、oh、a City Japan. 何を用意をしてんだろうって言わ。<laughs> ああ、大横浜でリカムセーションザ・ゲイントゥ・ユー。えっ <laughs>、oh、と、えっと、あの、もう一回やろうね。<laughs> やんなくていいか。<laughs> おじいちゃんなんて日付がないんだよ。えっと、6月、6月じゃない、何がさっけか。4月18日。 えー、木曜日、えー、午後0時56分、うん、ーバナールでしたさよなら <laughs> 今日ねあのもうこれ2週間ぐらい前だと思うんだけど冷凍庫に入れてたのをさお料理学校行ってあのサクラマスのね塊をもらってきて冷凍庫で今午前中切って改凍して今切ってもら,もらってきたわけよ。 うん、で、こっちも焼いてくれてあるわけ焼いてくれてるわけ今日はゴージャスだよ桜松尽くしいただきますよなったこれはね昨日水風呂浴びて2日目です2日目うん2日目前ってんこれなんでこぼれがさねうんこっちでねタたジきンスということでなんか。 邪魔だなとにかくね実質ね4 0チ四4 0ンチぐらいしかねあのあのエリア51がないわけよ <laughs> エリア51がねあのそう面白いねしばし用意しとけよしばしあーでねわさびーなわさびーな大わさびこれだね ちょ教、まあ、食ってのが <laughs> しばしでちょっとね袖が何かねこうやりたいわけよ手で食べるから <laughs> ごめんが言われんじゃん <laughs> これは洗わなきゃならないじゃんこっちが言われんここはこうやってこすればいいこれ,これは洗わなきゃならないじゃんうんすどっちからっき食べようかなお前手で食うの犬っころと一緒だねそう犬っころは器持ってないよ <laughs> 犬っころは器持ってないからあこれからいただうかな

あのスーパーで買ってくる鶏肉なんかさ、その、手羽でもさ、手羽先でも、その日にもう臭いじゃん <laughs>、ね。もう2週間ぐらい前だよね。うん。おいしい。やっぱ生きてるって感じするよね。うん。で、今さ、 でね、今妹と話したわけよお父ちゃんもお母ちゃんもね毎日同じもの着てたけどね胸張ってほん <laughs> でね洋服の文化っていうのはさ、うんうん、西洋の 文化じゃないで例えばあの海外の方がお見えになって海外からゲームフロムだ病 <laughs> ンだしね <laughs> 方々が和服着るとさなんか変で一瞬で分かるじゃん。まあ髪の色が違うとかそういうことじゃなくて所んがさ 小さ、ねうん、や,や仕草さが違うじゃん。まあ、手でもの食って何言ってんのって <laughs> 雑学で言うんだよ。あ聞いたよ、うん。フォークができるまで <laughs> イタリア人やスパゲッティを手で食べてましたって。お、う、い、ん、しい。本当 世界にはっペンでものく文化の国が多いじゃんいい悪いってない多いじゃんって言うの全然臭くないよお魚だよ、お魚になった方がしうんおいしいこれをそこへ入れちゃうと臭くなっちゃうけどまあいいじゃねあサランラップは生ゴミでいいんだよね ラだってこのコンビニ袋あのー、ス,スーパーでこのロールさ買ってあってさ、あのー、まあいいよね美味しいほんとにこれここにご飯を入れてまだ食べたいってい感じだからちょっとお茶をとこう次はね、あのー、本,本わさびと何にも匂いしないよ何にも匂いしないもう2週間前冷凍庫に行っ 食べやす、うん、うまいね <laughs> こうなっちゃううま <laughs> 本当にう,まうん。だから俺はね、やすあがりの人間なんで刺しにくしてても <laughs> 文句ないんだか本当に文句ないので、普段文句言ってんの言ってないじゃんうん。バカ見たらバカバカが揃ってたバカぞろい だからそれをさ謝れよっていう人は俺たちはバカじゃねえって言いたいのかね <laughs> そこはもうバカだよね。うん、うだってみんなさ自分のことは分かんないわけお前もそうだろもっとも。手で物食って何言ってんだあつうの。だからイタリア人はフォークが出るまでスパゲッティを手で食べてたそうです。 やっぱスプーンじゃ食いにくいもんねあわさき耳なくなっちゃうわさき耳なくなっちゃううい, <laughs> <な>い <laughs> 匂い何にもないとにかくそのな宣伝とか超一流だからさね、たとえどんなに高くってもえ匂いようなお魚ダメよんっていうさ うんお魚がなくなってきったらさうん君はしうんうんうんうういいや醤油はもったいないなこれみんな食べちゃう,うんうんこれで早いなんかっかうんお刺身ばっかりでいいのって言うからさいいよありがたいまよ <laughs>、まあ、うまいうーーんうんうんうんーんう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 ん 本物の魚って臭くないんだよ。うん。偽物のお魚がなんだか知んないけどね。うん。その最たるもんがさ、肉なわけよ。俺にとってはね。あの臭さが、もう、いやうん。本当にねで、中には、この腐り加減がさ、肉ってさ、こういうふうに言う人もいるじゃない。 もう腐って食べられなくなる1秒前が一番おいしいっていうさなんか聞いた読んだことあるよほんとだかしれない肉嫌いだから、うん、これもフィッシュミートっていうんでしょこれも肉なんでしょこれは植物じゃないよねうまい、うん、黙ってくれないよでくれないな、うん、黙ってくれないそれは君はまだ腹が空いてねえしょここゴとうん で俺の話はさ、いつもこれやりますってさそれでちゃうじゃん今日はね昭和30年代2っていうことであのね <laughs> なんか話した時にこれを喋ろうと思った時枝葉を気が付いちゃうとそっち喋っちゃうとでこの結末はどこ行ったのっていうのばっかりでしょ、俺の場合バカ見たらバカバカが揃ってればバカぞろいうん で、昨日ねうん、前回のあ前回のって今朝あげ,、ね、げたやつかねうん、今朝あげたやつだね昭和30年代一度3人の方が見てくださいましたねうん、ありがとうございますなんだよありがとうございますリリン <laughs> あのさ例えばね YouTube でさ うん、海パンでっあのー、YouTube 画面に映っちゃいけないってことはないでしょあるのないよねでじゃあ海パンのさお股のところがさもっこりしててもう太った人もいれば痩せた人もいればおっきい人もいればちっちゃい人もいるじゃないお父様。 ごちそうさまでした。ねえ。おきい人もちっちゃい人もいるんじゃない。おまたがさおまたのこんもりがね、俺みたいにちっちゃい人もいればさ大おきい人もいるじゃない。ほいで、うーん、まあ、海水浴場で甲羅干しばっかりじゃなくて歩く、砂浜を歩くこともあるじゃん、プールサイドを歩くこともあるじゃん。ねに あるのないのみたいな人はさ気になんないけどおっきい人はさブブブラララリンブラリン、ン、ってそこ見るじゃん何が言いたいかっていうと女性の場合はここがこうやって揺れればさそこ見るじゃんそれ見た時にさああの人いやらしいってそういう風に言われちゃうとさ道歩けねえよ、うん。見なきゃいいんだよねごもっともごもっとも。 これを見てもらいたくてさ、チーピンがこんな立っちゃってたらさ、立たないようにほら、一コラ、なんかニップレスとかいうの、貼るの流行ったんよね。あれは、ノーブラの時だからね。うん。今、ノーブラで歩く人いるのかね。臭くもなんともない <laughs>。お茶の匂いがするんだけ <laughs>。で、これが二個完成して <laughs>。ね。で、この美味しいの、皆さんはさ、 二パターンいると思う。早くいいよ。あの。お服の、小学校時代のお洋服なんか話。スカートの丈の話。言ったじゃん。その。本当に言いたかったこと言ってないんだよ。早く言えよ。で、ご飯ね。で、ご飯。で、ご飯。ご飯、ね、これ。この。<laughs> これ、ね、美味しそうでしょうーん、お前なんかさ。俺、はっさりしたのが好きなんだよ。 足を、ちょっと足をね足を足を、うん、これでいいいちょっとこれいいかねよいしょあこんでいいねあもうさ年寄りになんとさシャキシャキ動けないんだよ言わなくても分かってるよじゃあそれを見越してさお年寄りが見たらね信号渡る時手を添えてあげんとかさ何すんだよお前よ ラッキー転んじゃったお前がここやったから俺転んじゃったから画面ね汚せよってなるからね下手に手出せないんでお医者さんも「先生ちょっとおっぱいが痛いたんです見てください」「いやあのレンタルン通ってきてで、血液来たんですからね」あ「あんで30分したら結果出んかまた来て中村さんはいあの見てくださいよ」「いやだから」見たよ」なんともないうん「なんともない」「うんなんともない」「だからなんともないからピチ君ね」でそういう人もいるじゃない。 通院すするのにさ、あ具合悪くなっちゃいまました。すみません。救急車さんいつもの,あの病院へお,お願いしますかかりつけの病院にって。で救急車が来てさ隊員さんがさ「あのあ着きましたよ?」やったら「あごゴグルさんえあいつ元気じゃん俺たち何ただだし娘はただだし。あこれをねこれにちょっとさ。 俺にちょっ半、ね、ズボン半ズボン、ね、小学生の半ズボン,ンあのミニスカートの話ね昭和、うん、30年代の話ね、うん、昭,和昭和30年代、うん、半ば後半っていうのかね、うん、これはなんかこの味もったいないんだよねすごく。でこれさこれ今日あの白米とあれの混じってんだだんになっちゃうんだよ。 ご飯がな団子って何なのっていう感じじゃない？今そのなんていうの遺伝子操作で、うんご飯よご飯よご飯さん冷めたら団子になりなさい。クロリンパーとかそういうのだろうかね？だいや、うんうん、まあ刺身に勝るものはないね。うん、だから肉の好きな人はさ。さ に生肉だけさこのぐらい厚く切ってさ出しとけば文句ないでしょだからそう言ってんのバカ見たらバカって生肉好きな人にさまあやばんっていうことないんだよ俺生の刺し身食ってんだからね自分もやってんのに相手にさ「お前のそれは気に入らねえ」ってなって取んないから。 だからバカだっつってんの1億3千万から言うんでしょ日本人みんながみんなさ八百屋さんになったらどうすんの肉どこかに行くのそう,いう話してんの俺は肉が嫌いだからよお肉屋さんのやもんがね仮に肉丸さんだとするからな、ね、肉丸さんがあったらごめんね肉三角さんでもいいよ肉バトさんでもいいよ 肉とんかちさんでもいいねお肉とんかち俺は肉が嫌いなんだよ肉売るなよこれじゃワインチパンチになんないんだよこれじゃワインチパンチは処分なしに薬まあパンチまあパンチまあパンチ こうなったらもう一瞬で避けられちゃうからこうやってる間にパクってくるからそれ言ってんの何聞いてなかったご苦労さんたっ日2分でもね俺の話を見てやろうかねと思ってくださるってことはありがたいわけよ自分の大切な時間を俺に割いてくれてるわけじゃない で、私は世の中をねどうしようこうしようなんて思ったら全くないバカ見たらバカって言うだけやめろよって言ってるでバカがんでなんか言ってきたらなんでお前肉食うなよなんでお前魚食うなよなんでねそんなこと言えるってこと自体がもう脳みそのがパーなわけよだからバカって言われちゃう 例えば俺の赤い服着ててさ、あ、これピンクだけどね。あ、ノー、ノーピンクっていうのがね。連続サブ。もう、もうケチャップの、ケチャップの匂ッっす君は何やってんのわかんない液体は浸してこうやって拭いてんの。うん。アルコールだからさ、消毒になっちゃう。<laughs> なんか飛んだごめんね。チョコレとこれはもう、ごちそうさんだね。うん。チョコレはこっち置いとこうか。 でもね、お湯沸かしたからちょっと分かんないけどね今26度これは正しくないと思う今お湯沸かしたからね今何度あんのかなじゃは14度の20度ってことになったんですなんかもうあれだけでお腹いっぱいこれもう、うん、夜食あ夕食だねうんお昼は今度ごちそうさんだね俺あでもお腹いっぱい朝食 <laughs> だねだってだって だめを言っちゃいけないですってね。だって、でも、だから、どうしての <laughs> してなのちゃかぽん。だけ <laughs> ごちそうさまでした、ちづけと。<laughs> これね、まっすぐなんだよ。<laughs> 根性が歪んでるからこうなっちゃうのかね。もう手の形が変。うん。 でもさなんかもうあんだお,お腹いっぱいこれはこれだけあんとね半分夕方食って明日の朝だねうん、うん、もういいやお腹いっぱい朝何も食べてないうん朝食なんだよ俺本当に朝食ただ あのー、例えば白いご飯とお身をつけがあったらご飯はいっぱい食べるお身をつけ物もおしんこがあったらポリポリ食べたいけど歯がないとねうん今日これももらったよこれもらいましたもう1個あったっけどこっちこっちの方が古いのね素敵でしょこんなの何言ってんのってでもそういうことでしょっていうの 例えば横浜駅西口の雑踏を歩いているとさ、前から後ろからいっぱい歩いてるんじゃない？そもそも雑踏の平均身長ってあるじゃない？日本の平均身長成人男子は約今72センチぐらいなんでしょ？で、女子が約58センチぐらい？調べてからもうね、そんぐらいでしょ？大雑把に。だから170センチの波がだーっとくるわけじゃん。こう後ろからも前からもさ。 その時に2メートルの人だと肩から胸から上が全然ポコッと波の中波の谷間に命の花が二つ並んで咲いている兄弟船は親父の肩に肩は古いがしけには強い俺と兄貴のよう 夢のゆりかのさお母ちゃん浜松、うん、でおじいちゃんはこの町生まれでおばあちゃんは小安の浜入江の浜、うん、まあ商家だったんだけどね商い、うん、三人娘 男の子が2人いたのかなうん3人娘何番目か知らない <laughs> 確か姉さんが2人、うん、だったと思う定かではねまあそんなんでどうすんだバカ見たらバカって言えるよ言っちゃいけないと法律ないからバカっていうのが使っちゃいけない言葉だったらあの消しゴムでね黒く塗りつぶして 世の中からバカっていうことはあおいしかったなんか幸せいっぱい胸、ね、いっぱいって感じ <laughs> あのであのもうごちそうさま終わって今日のね昭和30年代の「つ」ってことで昨日本当はそれを言いたかったんだけど何でも話がそれちっちゃうわけ今日もさそのね小学,小学生のうん 半ズボンと男の子の半ズボンと女の子のスカートの話ね俺もそうだったんだけど昨日身長がね小学校6年の夏ぐらいから伸び始めたそれまではね1年にこんぐらいしか伸びなかったんだよその小学6年生の4月か5月に身体測定ってあんだよね 入学してまあ1年生が入学してすぐやるっていうか形だから6年生も一緒にやるわけじゃん。この時にえっとねやったの6年生の4月か5月の身体測定 148cm。その前は 146cm でその前は140まあそんなぐらいなわけよ。 何が言いたいかと俺だけじゃなくて栄養が入ってくるものが本当にみんな限られてたわけでも中村さんちだけが毎日パンの耳じゃなかったからさ何ともなかったの。でやっぱりねちっちゃかった俺が小学校6年生の時にね今もいるけどケンちゃん ケンちゃんうんその,その子アキエラいやってるお店の子だけどねその子は 170cm148cm の私とね 170cm って言うと単純に 22cm 22違うわけじゃんこんぐらいち線が違うわけじゃん顔一つ弱違うわけじゃんでそのケンちゃんがこ,これあったら俺はこんぐらいなわけじゃんねそんな状態だったんだ 何が言いたいかっていうと俺も一緒いっぱい食べれなかったけどおじいちゃんもおばあちゃんもお父ちゃんもお母ちゃんもやっぱりちょっとしか食べれなかったってで,でおじいちゃんは明治半ば前お父さんもお母さんも日本ンにちょまげ。日本ンマにちょまげ。 で、おじいちゃんの実家は鍛冶屋さんしばしも休まず土打つ日々飛び散る火花ひ飛び散る火花よ走るん飛び散る子玉よ走る火玉だっけなんだっけ調べても歌だようん厳しいのね でも肉食えなんて言わないで俺肉嫌いだからいいからお前はこれやっときゃいいんだよへい忘れんなよこれへい指さすなよへい言ってもわかんないバカっているんで本当に <laughs> 言ってもわかんないバカは分からす方法が一つありますバカの上前跳ねてやればいいよ <laughs> 簡単だから、ね、そういうのが大好きとまでは言わないけど、あの思考回路の前にもう決着がつくような人がいるからね。うん、で最後はお金で済む話だから、<laughs> 元通りにはなりませんよ。元通りにはならない。で早く言えよ。 お父ちゃんも、おじいちゃんもおばあちゃんもねおばあちゃんもお父ちゃんもお母ちゃんも戦争抜けてきてさで戦後の10年間はバラック暮らししてたわけだからさ横浜大,大空襲で焼け出されてさ8年間実家のお庭にバラックで親子4人。 必死になってて働いてさだからそういう思いしてる人たちっていうのは強いわけよ。もし仮に今日無一文になってもさあまたあのー、バラックで暮らせばいいのねってなるから。っ、う、た、ん、時にお兄さんのお庭があったじゃん。だから毎回土地買っとけよっつってんの。 参拝の山だろうが何だろうがさいやそれ勝たさないとってだから買う前にさ「お前さここに参拝あるんですけどこれ買ったら俺に勝たすんですかそうだよこれ勝たすのいくらかかりますそうだな4500万はかかるんじゃねえかでお前この土地いくらで買うのただですバカなのお前 <laughs> お前バカなの疑問文だよバカっつってない バカっ,つって、ね、でも「しろよしろよ」ろよっていうバカがいるよ、うん。最近なんか学歴がバレそうなんだってバレてもバレなくてもいいじゃん。横浜市民だから関係ねえよ東京都は。全く関係ねえ。日本の人口が1億3000万でしょねえ1300万,万人ぐらいしかいないでしょたった1割じゃん。ねえ。 例えは悪いけどさみかんの箱の中に腐ったみかんがあったら全部腐っちゃうから腐ったみかんとその周り腐った、ま、みかんは捨ててその接触してた周りは避けてまず先食べちゃえば腐んないじゃないでも金だからいずれ腐っちゃうけどさ「東京都民が腐れっつってませんよ」「選んだのはあなたでしょ」「俺じゃないよ俺横浜市民だから」 関係ねえしバカが何言ってもバカ見たらバカ。ねえ。神宮だかどっかの森全部根絶やしにするんだって、うん、そぼもグランドかなんか建てるんだって、うん、選んだのは都民のあなた。えあなたは大阪県民大阪府民市民、うん、大阪で生まれた。はいっちゃうかね、うん ここに隙間があればこのまま引けんだけどね。引けないんだよ。悲しいかな。ここが20センチ、30センチぐらい。ここが40センチぐらい。うん、俺の守備範囲こんだけ。うん、手がのぶ伸びるところが、マイライフ、うん。あ、今度、手が伸びるところだけがマイライフっていうチャンネル作ろうかね。ほんで、あの、ま、あ、たくなったじゃん。ほんとたかいよ。この人は何もないから。うん、何もないから。 この言言わわない, <laughs> 言わないうん。どこの世界にさ真夏去年の夏暑くてさ 1m 四方のあの,あの風呂敷をさ上つまんでさ首からさけてヤンピースにしてたらわかんねえわかるよわかるわかる。 でもそれ恥ずかしくないでさすがにねそれで歩けたら恥ずかしいよ前隠しても後ろ見えんから風が吹いたらピラリーでさ「風が吹くたび心も揺れる <laughs> そんな年頃ね愛 <laughs> かなえ恋かなええ知ってるはやみゆうさん <laughs> あの。ハワイのさエレベーターかなんか「よ姉ちゃん。 日本って金稼が,せんがん <laughs> ねえんだ。あれだよね、有名になると <laughs>。うん。だから俺はね、あのー。ひ、あの登録者数。50人いれば、らい、ライブできるんだから。もう200人で十分。うん。十分。これ以上ね、あ、あなたもチャンネル登録してくださいってね、もれなく。ですよ、なんて、やんないから。うん。 だから、から私の出した結論は松崎勝彦さんだからねやってんじゃん今歌を歌ってご飯を食べてさよならさよならさよならで世の中中が貧しかったわけよ。で世の中中が貧しいっていうことは世の中中豊かっていうことと一緒なわけよ。 かるよね比べるもんがないんだからあの人ジャガー持ってるわえ俺フェラーリだよこれどんぐりの性比べじゃんみんながフェラーリ持っててみんないや俺は100台持ってる俺は1000台だよこれどんぐりの性比べ、うん、これでね早く言えよ33分。 子供たちの身長が伸びてい俺な,なんかの時のね成人男子の平均身長って165ぐらいだったと思うよ。はっきり覚えてないけど。160センチ台だったのことは間違いないで。俺が高校出たあたりで168センチぐらいだったかな。うん 今 172cm ぐらいでしょ ?1.5? 大雑把だね。うん、2m っつってない。5m っつってない。うん、センチ、ミリ、ミリの話してるからね。で、世の中中が、成長がさ、みんな、緩やかなわけよ。で、ようやっと伸びはあっても、ちっちゃいわけ。 女のの子子ももちちちちっっっゃゃいし男の子もみんなちっちゃかったわけ中にはおっきい子もいるよやっぱりそれはお父さんやおじいちゃんがでっかいお母さんおばあちゃんがでっかいとああの高身長だとねいいでしょでっかいちっちゃいけないのお前でっけえな態度が半分にしてやろうかっていう人もいるじゃん <laughs> ねえあの <laughs> あんまり背が伸びなかったんだよ 何が言いたいかって言うとスカートの丈は毎年身長に合わせて新しいスカートをお母さんお父さんが買ってくれるわけじゃないんだよ小学2年生で買った膝丈のスカートが3年生で膝頭のスカートになって4年生で膝上のスカートになって5年生で膝から10センチ上のスカートになって6年生で膝と腿の間ぐらいの スカートになったんだけどそれは小学1年生の時に買ってもらった膝からこんぐらいのスカートでした男の子もさすがにズボンの場合はさあ,あんまりバカでっかいのはあれだけどスカートの場合はこれ方向つってんじゃんサスペンダーっていうの釣り紐でスカートって昔はみんな釣り紐のスカートだったよ ワンピース着てる子なんかいなかった見たことないよ。あったと思うけど。それが昨日言い損なったこと。なんだか忘れちゃった <laughs> 同じスカートを何年も履いてたわけ。同じ半ズ,ズボンを何年も履いてたわけ。で俺が小学6年生の夏ぐらいまでは、まあ、履けてたわけ。半ズボン、体操着の半ズボン。 だけど体操着の半ズボーンって体操する時だからさ新しくなくてもいいわけよ。でも6年生終わって中学入ったらなんかジャージ強制じゃないけどねあのカーペルに近いねたった2,000人弱のちっちゃな中学校公立中学校はねなんかあのモンペジャージーのセットを買いましょうっていうのあったの。でも俺なんか 高校の時もそうだよ革靴だったんだけど俺瓶詰工場 <laughs> だからさ <laughs> あのズック靴だったよ先生何も言わなかった、うん、何も言わなかったよ、うん、君校則ってのはあんだからどのこと言わない右翼養成学校だから中身で勝負だから <laughs>、うん、右翼養成学校の人ねああいうの乗る回数とか呼ぶ回数多いよ すごい, <laughs> いいよ <laughs> うんあのー、よで昨日言い損なったあの昭和30年代のスカートの丈。で中学入ったじゃんたらさすがにね その6年生の夏ぐらいから背が伸びたからもう剥げなかったわけあれもね小学校3年生ぐらいかね3年4年5年6年って同じ最初はさ緩やかなね体操にぴったりなのがさぴったりっていうかまあね緩やかなズボンだったのがそれであのスカートの場合はさ少しお母さんお母さんたちも少し大きめのスカートを買ってさ つ釣り紐で高さ調整できるしウエストも詰めればいいじゃん自,自分でチクチクってやってさそん、ね、四角いスカートを三角にまだで,できないけどほんの 1cm2cm の調整はできんじゃんダーツ取るなりしてさそんなだったんだよ世の中中が世の中中が今世の中中がさ瓦困る時期の練習してんでしょ でも実際に車検切れでやってる人もいるじゃないガソリンがなくなったらもうおしまいだからガソリンなくなる前にねあのウインカー出すのを忘れてワン、はい、お,お前免許証も切れてんじゃん車検も切れてんじゃんあのー、<laughs> 車検証を見せてくれる ん中村千尋さんお前鈴木千郎じゃんどうなってんのうんーどっちがいいお前バカねえな何でももらい事故っつってんじゃん僕は何にも悪いことしません正直に今日まで生きてきました関係ないんそんなの け飲んで、かっぱらった車を無免許で歩道も車道もなく反対車線もセンターラインもなく転がしてるようなやつにぶつけられてさあ「あ今救急車呼ぶからねちょっと待ってていや行かなくていいよ俺携帯持ってくからいやそれじゃあ俺逃げれねえからよ俺警察今呼んでくんからいやお前も携帯持ってんじゃんいや俺携帯持ってない俺持ってるよどっか行かなくていいから」 いるんだから弟も当て逃げされてさ死ぬ思いして今僕が警察呼んできますからってその頃はまだ携帯なかったからねのちにお嫁さんになる人とさ一緒に乗ってて弟は 30, 30分ぐらい気絶しててさ待ってども暮らせどもさ でまあ、誰か近所の方が呼んでくれたのかなんかしんねえけどそれから来て調べたらあ大阪でレンタカー乗り逃げしてそのまんま何べんも言うけれどそういうやつらルール守ろうなんて思ってねえから花っからかっぱらった車だから無免許だからルール守る気ないよ、うん、全くない事故ったら 逃げるのが勝ちって言うじゃんだから皆さんに毎回言ってるのは警察へ通報するのは市民の義務だから取って流せばいいじゃん取って流せばいいじゃんいずれ自分にかかってくんだよやんねえと見て逃げふりしてんとバカ見たらバカって言わねえと いずれ自分にかかっていくんだよいや僕ルール守ってます。税金もた家賃も滞納したことありません。関係ねえんだから。酒飲んでかっぱらった車無免許で運転してるやつに物の通りなんか通んねえから。早く分かろうね。そういうのがいっぱいんだから。で、義知やら子がいっぱい来てんだから。 安い労働力今入れてんでしょどこに入れんの国会県庁市役所どこに入れんのまあ入ってます何うんと。 今日は昭和30年代は世の中中がみんな幸せでした一丸となってあのほらニコンこれ S2 持ってんだけどさ S2 と F と F2 と F3 まで使ったのあと FE と NEWFM2 とあのフィルム式だね戦争終わってさ戦争中もさあの日本工学っていうのはあの 望遠鏡とか即居儀とか作ってたわけじゃん。で戦争が終わったら今度じゃあわわてらカメラ作って民,生民,民間に売りますせいですぐレンジファインダーの1型 M 型 S2S3SP ってでニコン F が三千と登場したわけじゃん。じゃあご近所ねえ。日本戦争に まあ一応終戦を迎えた時にさそっからすぐさ世界に通用するものを作って民生品俺ニコン買う時にニコンとミノルタだけがレンズからカメラまで全部作ってんのはニコンとミノルタしかないって。 ででミミノルタはソミが九州合併したでしたょだから今センサーはソミー製がほとんどなんでしょ九十何パーセントなんでしょ違うの調べたから物言えよ。ね。日本さ焼け野原になってその焼け野原で何にもないとこからさ世界に物を売ってったんだから。 でも世界に物を売り出した最初は物がないんだから材,材料が。だから日本製品は粗悪ね何ねって最初の3年5年は言ったかもしんねえよ。じゃあカメラさニコンのカメラ戦争が1945年に終わったじゃん。で、50 朝鮮戦争が始まったじゃんあれにさあのダンカンさんが持ってったのはなんでアメリカ人が日本も使うの打ち負かしさ脳みそ足りてるんだか足りてないんだか黄色いお猿さんって呼んで,呼んでたさ日本人が作った鉄砲の弾がビュンビュン取って飛んできてさもう二度とない次でやられちゃうかもしんない時に持ってく なんでアメリカ製じゃないのなんで日本製なの安いからで持ってってカシャって打っんなかったらさおしまいじゃんぶっ壊れないって持ってけばいいんだよねそれが日本のだったじゃんじゃあご近所でそれができてんのかっていうの戦争終わってすぐさじゃあ民生品で一眼レフ出しましたと。 大韓民国にしあの一眼レフメーカーってあんの俺興味があるけど大韓民国製のカメラって聞いたことないよあると思うよあると思うけどヨドバシカメラでも桜屋でもうん見たことないよビッグカメラでも見たことないもちろん下請けでさ日本の設計図で日本の機械で製造機器具で まあ組み立て、あのー、取り付けメイドインコリアとかいうのはあるんでしょそんな話してない。戦争が終わって朝鮮戦争が勃発して分断したわけでしょ分断しても何にしてもそこから立ち上がりはしたわけだよね。その時、世界に売っていくようなカメラ 自動車バイク民生品なんかあんの何が言いたいかって戦争でさ焼け野原になったのはご近所も一緒じゃん東京なんか焼け野原だようちのおじいちゃんも横浜空襲で避難民だよ 理者だよ。ね。俺車に興味なくてもいくつかの外国の車の名前わかるよ。フェラーリとかロールス・ロイスとかポリシェとかジェーグアとか。あのアメリカだとどっかえっとなんだっけ。わかんねえ アメリカわかんない <laughs> その程度、うん、フランスのあのルノあとドゥセボあれはねあのフランス社のあの画期的さにはねもう舌をまくいがないねやっぱり知性ってでにじみ出るよねおなかにじみ出ないじゃん,ないじゃんピーチクもにじみ出ないじゃんねこコも <laughs> にじみ出ないじゃん、うん、やっぱあのフランス社のね あの画期的なデザインはまあ、好みだからね何やれチャーシー師薄ぺラでって,らーって思う人いるかもしれないけどあ,あの、俺、ね、チャーシュー薄ぺラが大好きだからねうんでも百均にはね何のあ興味も湧かないうん安いから使うかなっていう感じでも俺の今使ってる中で百均のものはおおむねないよ <laughs> ほとんどない でもメイドインんあコリアとかメイドインチャイナっていうのがあるよね。日本のカメラもメイドインコリアとかさメイドインチャイナってあるじゃんレンズもさ経費削減のあ必要上さ。で日本の技術がどん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 。中華人民共和国にも立派なガソリンエンジンがジェットエンジンがあるんですよね。知りませんでした。ごめんね。 じゃあいうことで、えー、今日は私は半ズボンを同じ体育プの半ズボンを4年ぐらい履けま履いてました。その理由は成長がビビったるもの <laughs> 4年間ビビったるものだったからです。だからそんな中で親はさ子供に自分の食を詰めてさ夏になればカイスパンとパンツをさ あ本当にあの子ね名前わかんないけどね、うん、学年の途中で転入してきて小学校5年生の時かなちっちゃい子俺もちっちゃかったからさ男の子と女の子で朝礼の時に並ぶじゃんでその子もち俺なんか前習いしたことないから、うん、でその子もちっちゃくてさ俺も痩せてたけどその子はさランドセルが買えなくてさ背骨が S 字に曲がっちゃってたんだよねかわいそうにね ププーールルだから、プールでよく覚えてる何がって言ったらさその子ねランドセルが買えなくて手提げ袋それもそんなちゃんとした袋じゃない本当のビニールのさ薄いのをさこうやってさ一生懸命痩せたちっちゃい子がさ強化したとさおなんかさ突っ込んでるから机にその子リチギンちゃんとおわと思って,ってっで,でも、ランドセル買えなくて。 ビニール…コンビニ袋みたいなビニール袋にそれをノートとさあの子猫とはね今もどうしてるかなって思うねうんほんとにでその子が来てるほんとにねうん学年の途中で来て 夏休みのプールは覚えてんの強烈にで夏休みが終わった後の記憶はない、うん、そういう子多いんだよ転入してきてすぐまた転,転校していっちゃうって子多いか多かったよ俺のたちの世代はすごく多かったうんあの子にはね幸せになってもらいたいなと思うね、うん 一度も口聞いたことないでその子が誰かクラスの誰かと話してるのも聞いたことない笑顔見せたこともないでもクラスの友達がその子をののしってるのも見たことない貧乏をののしって何が楽しいのおさたまし入れるよお前でねその子さ痩せてて 背骨はこんな S 字になっちゃっててさで水泳もできなかったんだよで家族構成はわかんないけどその子の着ている水着がさガリガリなんだよ胸なんかまったりらでさあばらが浮いちゃってんのよ腕なんかさ俺のこれより細いわけよもっと細いのそんでこの間も言ったけどさその水着になるじゃん たぶん俺と同じ病気だったのかわかんねえけどもう血管がこうやってさ赤黒く上はね手なんかは出てなかったけど足はねえー、っていう感じ、うん、スカート履いてる時にはその子がスカートかどうかだったかもうかんない覚えてないとにかくその子の水着がダブダブなのマッサージじゃなくてダブダブなの だから、1歳か2歳年の違うお姉ちゃんの女の子で恥ずかしいと思うよ裸水着になった時にさおっぱいは平らでさあばらが浮いちゃって背骨が曲がってさブカブカのさブカブカの。 幸せになってもらいたいと思うね <laughs>。そうじゃなきゃ悔しいよ、俺は。うん、あの子はどういう人生そのね、送ったかわかんないけどね。もう本当にね、言葉にならなかったよ、本当に。みんなもそう思ってたと思うよ。でも、その時にね、 あの、「お前汚い」とかさって誰も言わなかったよほんとにまだあの頃はね日本に情っていうのがあったよ情けがあったね 今あるのあのー、私のさこの世間話に若者55歳未満の人は誰も見てないよだからこういう話は面白くないんだろうねうん。 15%がリピーターだけど85%の人はさなんだろうねこれって見てさあんだってじいが何か言ってるやでお暇なわけじゃんでも俺なんかの頃はね年配のもの言葉っていうのはね噛みしめて聞いたもんだよ今の若者にそれがあるのかなって 分かんないけどね、うん、そもそもね何人が何を教えてんだか分かんないからね俺には、うん。前回言ってっけど生まれた時からそれ嘘つきだからね。お客さんどっから見えなかったのうーんと。 お名前なんていうのどれがいいじどれでもいいけど何か言ってくれる <laughs>、うん、じゃあ中村一郎にしようかなうんでどっから来たのうんといいんだよ外国人はあのー、ねジャッキー・スチュワート・ロビンソン えー、ヘンリー・キングあジャガタライモあバナナスプレッドあシューメーカー長いじゃんでもそれの本名だったらさ日本でその本名で暮らすとかすいません、あのーね、病院のさ呼び出しであのー、この長い名前の「うんはいそれはしょれない?」 どうやってはしょるんですそうだな大韓民国なら韓国なんかいいんじゃないとはしょって怒られませんそうどうだろう,もう失礼だよな大韓民国人に多い韓国人っつってたらやっぱカチンとくると思うよ俺大韓民国って本名があるんだからえ嘘には慣れてますやくちょくやくちょく嬉しいなロ <laughs> ニーちゃん せいしてくんねえと。せいって何すか金だよ、とりあえずは。とりあえずビールで済むんですか済むわけねえだろ何を待ってんです枠だな。枠って何ですいや、ワクワクしちゃうんだよ、思ったがな。うん。とういうことで、俺が子供の頃は、女の子も、男の子も、成長が緩やかな子は、 何年も同じお洋服を着ていましたとさようならこれでねあのー、さっき話途中で終わっちゃったけどさ海外にお目になった方がさ和服が好きでさ女性なんかもねあのーせあのーうん、浅草かなんかでさ和服を着てねでこれでシャナリコ、シャナリコ、パチンなんてや,やるのがあんじゃない あれさ、金髪じゃなくて髪も黒くて目の玉も黒くて鼻筋も日本人そっくりでもさ日本人の若者が初めて和服をねお父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもんみんな各家族で狭い世間で家族で育っててさ 自分の暮らしの中に和服がなくても日本人が来た時の和服の感じと異国の人が来た時の和服の感じって全然違うんだよ。体型が違うとかなんとかっていうのはもうないよ。今若い子あのー、スラッとしてるんじゃない足が短いとかさ、まあ、そういう人もいるだろうけどさ総じてさまあスタイル良くなったよね。 見ればわかる「あなた国籍どこですか?」って言わなくてもね髪が黒くて目の玉もね瞳も黒くて寸法も1 6 0ンチぐらいの女性が二人ね日本人とそうじゃない方が来た時に風貌はほとんど同じなんだよ。でも来た時に違うんだよ。何が言いたいかっていうとこの間もやったけど、ね、戦後テレビが始まって。 洋物特にアメリカの番組ではばっかりが入ってきてそれも過去にやったよね「五射協ってね「出しませんよじゃあ僕は安く買ってこなきゃなんねえ」ってさ。で戦後テレビが普及しだして日本人が。 テレビを真似の,の中でやってる人の真似をするようになったわけよ。で一番いい例があの俺が小学校3年か4年の頃に、えー、とあの千秋実さんってったからあの何だっけ「うわア、あーあ,うあおあお」とか言うあなんかすごく怖い怖い番組大人の番組。 なんてっ,たっけなあれでもう一つはね長戸さんあのー、えっとー三匹の侍、うん、他のもう二人が誰だか覚えてないけどヒーローはのその長戸勇さんなの長戸勇さんね浪人でさどう番組の内容は全く覚えてない。 そもそもそん時うちにテレビないから近所の B くんちで見たと思うんだけどその時に覚えた国内さ国内産の外国語 <laughs> 方言一番最初に俺があのー、習った方習ったっていうかもう染みついたのがね長門勇さん「お前出いで合らせんの?」って必ず言うんだよ。ねでみやみや言うわけよ <laughs>。 <laughs> ミャーミャと「オエレアせんの」はもう小学生の3年か4年にもう強烈に染み込んだのそれで同じ頃に天南門やサンドガサであのね関東生まれなんでしょうあの藤田誠さんってで関西弁でやるわけだ一番最初は名古屋弁名古屋の,あの岸和田とかその地区は分かんない地区は分かんないけど名古屋弁なんでしょう「オエレア線のミャーミャっていうの で、次がその当たり前だのクラッカー、ね、最初のあのー、名古屋弁名古屋弁っていう言葉が正しいかどうかわかんないけど名古屋の方でしゃしゃ話されてる言葉なんでしょう「やれやせんの」もうそれが口癖なんだから俺がさ「あのさ」だからさ「<laughs> っ」ていう「さ」さ「さ」<laughs> ね「さ,さ」ねこの「さ」もさ横浜特有じゃないんだってねなんかあの 浜松とか新州とかあっちの方もいるんでしょ調べたからもうや道歩けねえって世間話だから「えあいつこう言ってたけど違ってるよあごめんねジーローさようなら」ってなるじゃん謝んねえやついるから謝んねえやつの根性って何だかわかる酒飲んでかっぱらった車無免許でセンターラインも歩道もバッテリーがねえってかよじゃ終わりにしようかねうん分かった分かんない いやそういうことであなたの後ろにね今そういう無免許でかっぱらった車でウインカーも出さずセンターラインも反対車線も構わず走ってるのが後ろにいたり前から来ているわけさ。でまあ対外の日本人はルールを守るからこっちはねルールを守るから前から来るバカが酒飲んでかっぱらった車を運転してるなんて誰も思わない。 90人のうち38人ぐらいは全く思わない残りの半分ぐらいは今いろんなのがいるからよでも俺には関係ねえしね道歩いてん時さ背中に目がないじゃんだから言ってんの今みんなこれ命の次に大切な情報,情報が含まれてるわけじゃんこの中に住所電話番号 それから、銀行の番号パスワードみんな入ってんじゃんこれ命より大切っても間違いないと思うよで24時間収録中これ持ってるわけじゃん見てるかどうか別にしていつも持ってるじゃん仕事中こんなことやってて中村君何やってんのいや待機中帰っていいよお前もう来なくていいよそのほらあのー、困るなでさ んあのー、日本古来,来のお祭りしちゃいけませんよを最後に言ったんだけど、まあ、それが最初言いたかったんだろうと思うけどさまず言ったじゃんほん、あのー、でコンサート行っちゃいけません飲食店で食べちゃいけません人が集まるとこなるべく行かないようにしましょうね 誰が言ってた学歴詐称はさ本当かどうか知らないけどね話戻すと酒飲んでかっぱらった車を無免許で運転してる人世の中にゼロじゃないよそいつの本名が何かも分かんないし国籍も分かんない酒飲んでかっぱらった車を無免許で運転してるやつが保険に入ってるわけねえじゃんガソリン 駐車場行けば、ただのガソリン貯, <laughs> 貯蔵マシンがいっぱいあんじゃんチューチュー吸ってチューチュー入れればいいんでしょやれっつってねえよ、やってるやついるじゃん特に大型車なの,のが100リットルあるんでしょ今高いじゃんガソリンヌースメイドはただ、うん、皆さんも道歩くときいつ反対車線からこっち歩道へ飛んでくる無免許の酒飲んで買っ払った 無保険が突っ込んできて「あ今僕警察呼んできますね」「いやいいよ察持ってっからよ」「どっか行かなくていいからおまもの動画撮ってっから」「警察へ通報は市民の義務だから」ですぐ自分の今 YouTube って便利なのはあるじゃんそこで動画上げてさ 今日の悪党これですってあげてさでおまわりさんのとこ行ってあの今日これ見ましたが俺のチャンネルこれですってどれ何役に立たない雑学を聞いても雑学ですお前そんなチャンネルやってるのい,いえそれはあの世の世を忍ぶ全員儲けの仮の名前であ、私のチャンネルはこっちですお前チャンネルいくつ持ってるのうーんとお前免許証持って見せてくれるありません あ免許持ってないので乗ってる車は何車ですかえっとどれない何台持ってんのえー、っとバカ見たらバカって言わねえとバカが揃ったらバカ揃いって言わねえと言っても分かんねえバカいるけど言わねえと野放しになっちゃうからタンキフォーホーが終わっちんかバカゲーネクサムで。

24, 24 degrees of c e l s i u そういうことで、ごきげんよう。今日のためになる,ためになるお話は、肌身離さず持ってたら、バカ見たら写しときましょうで。警察へ通報しましょう。匿名でいいんだから、今えあの SD カード安いですから、それに、 データ入れてあの横浜市民の中村一郎です。本名はうん鈴木次郎です。金野は何日来たのいや、あの悪党がねあのー、同居保批判したの、ここいっぱい入ってますからなんかの役に立って,てくださいよ。こうかねお前、ずーぶん 今ね命より <laughs> 大切ですからこれ <laughs> その大切なこれがさもう置いたら分かんない置いたらもうどこ行っちゃったの分かんないうん渋谷間昼間にこんだけじゃないじゃんねえこんだけじゃないのにさ <laughs> 年を取りたくないですね <laughs> いやということでごきげんようえー、っとえぶれえれ 18th,、uh, 2024, Thursday, えーって言わないでできないの <laughs> うーんと、<laughs> 何がうんとなのえっと、2:9pm。今日は私に食べてみてください。n れはも t 一 u 私に会うことがで o ない。僕は、いつものうちもそれぞれに合うことができない。Home okay. 美美味しかった <laughs> うん美味ししかかっったただからさ1時間14分いいんだよもうこれがさ「最後の最後まで恋は私を苦しめた」「胸を突き抜け涙」「指か指を突き抜け涙が凍れそうよ」 なみさんもうああいうさ一途なさ人ってい,いるの今 YouTube の CM 見てさあのみんなバカ一筋一,一,一様な感じがするよえー、らいえらそっぽ向いて「バカなの」って思う「バカって言ってないよ」「白いよ」なんつってませんからそういう生意気なことはね横柄なことは言いません。 なんか、あの、東京の珍獣の森みんな切,る切りたくてしょうがないんだって、うん、バカこれは間違いなくバカ、うん、金で買いかけがえができないからねなんか樹齢何百年なんでしょなんか千年近いの調べてもの物言えよいや今年数言ってない珍獣の森みんな切っちゃいましょうってバカがいるからさバカなのかなーって。 バカなのかなーって思わないよバカって思う。バカって思う。人間でさ例えばあの年取ったからあのー、みんな寝こすぎしちゃうかななんて通らないじゃん。そこをさ真珠の森なんだっけなんとか市民の森だっけなんだっけ事務の森だっけねえ。 その木を切りわなきゃなんない理由何なの何なのお前の森じゃないじゃん。お前の森じゃないじゃん。お前の森じゃないじゃん。トミンもいいザクザクとヘイヘ言ってんのお前ふざけんなよって言えないのえ、木なんか興味ないどっから来たのうーんと お名前はどれがいい